You're listening to Her Confidence Her Way Podcast, episode 112. This episode is sponsored by Studio. 皆さんはポッドキャストを聞くとき、どんなイヤフォンを使っていますか？ワイヤーがこんがらがってイライラしたことありませんか？ワイヤレスイヤフォンをお探しの方に Studio をご紹介します。Studio はスウェーデンとオーディオを一体化したもので、 Studio の掲げる北欧デザインのビジョンに、音楽を日々楽しむ方々が満足できる高品質のサウンドを提供したいとの思いから付けられた名前です。 Studio から提供していただいた最新モデル完全ワイヤレスのトルボは、最大7時間の連続再生ができ、充電ケース仕様で最大35時間の再生が可能です。それだけでなく、高品質なサウンドで毎日トルボでポッドキャストや音楽を聴くのがすごく楽しみです。そしてトルボはミニマルだけど、とってもおしゃれなデザインで、とってもスタイリッシュな気分です。今回 Studio から Her Confidence Her Way リスナー限定の割引クーポンコードをいただきました。クーポンコード Her Way H-E-R-W-A-Y を使うと、 Studio 公式サイトで全商品 15% オフでご購入いただけます。詳細はエピソードのショーノートまたはウェブサイトからどうぞ。Happy summer, girlfriends! How are you doing? I am your host, Emiko Rasmussen. 皆さん、こんにちは。Her Confidence Her Way Podcast の Emiko です。今日もフルに生きていますか? I hope you're having a wonderful summer. And sure I am. I am having a wonderful day and a wonderful summer as well. Alright, well, I have an amazing conversation today and I cannot wait to share. So let's get started. I'm just so pumped up. So before we move on, I wanted to do a listener shout out. And for today's listener shout out, I'm just going to do a little bit different. Today's topic is all about international marriage and international relationship. 今回のテーマは国際恋愛、国際結婚です。これにちなんで、Her Confidence Her Way Community と私の Instagram at Emiko Rasmussen で、皆さんの国際恋愛、国際結婚のあれこれについていろいろ聞いてみまして、メリットとデメリットを聞いてみました。なのでリスナーシャウトアウトをする代わりに、今回は皆さんのその声をここでシェアしたいと思います。今回は Her Confidence Her Way Community からご紹介します。まず一つ目はミキさんです。ミキ G さんです。私は両親が国際結婚、日本人とネパール、私自身も国際結婚で、旦那がアメリカとフィリピンのハーフです。良い点はやはり新しいカルチャー、文化のことがよく、より深く知れることです。ちょっとプライベートにはなりますが、私はもともとアメリカのことは全く興味がなかったのですが、旦那に出会ってからやっぱり知るようになりました。なのである意味視野が広がります。国際恋愛結婚のデメリットは、文化の違いと料理が合わないことですかね。あと日本人との国際恋愛の場合は、これは普通にあると思うんですけれども、日本人から見て当たり前、常識のことが海外からするとそうではない。国際恋愛のデメリットは、あとはビザの取得が大変なのと、日本でハーフの子供は国籍宣言をしないといけないことですね、ということです。ミキさん、どうもありがとうございます。そしてもう一人、 Her Conference Her Way Community のミサキさんからいただいたんですけれども、少し似ていて、こんにちは。彼がフィリピン系カナディアンです。彼はアメリカ生まれ、カナダ育ちで、親がフィリピンからの移民です。カナダだけでなく、フィリピン料理や文化を知ることができます。同じアジアなので、すごく共感できるところもあれば、と思うこともたくさんあります。例えば、メイン料理は日本と違って肉料理が多いですが、お菓子など似ているところもあります。年上の人を敬うのも同じです。ということです。国際結婚、恋愛のメリットは、価値観を増やせること。言語、文化が違うのでお互いを理解しようと努めることです。デメリットは個人的にはないですということです。素晴らしいですね。彼女が最後に言ってくれたメッセージが、日本人でも外国人でも自分に合う最高の人を選んで幸せな人生にしたいものですね、というふうにコメントいただきました。
で、お二人ともフィリピン系の方がパートナーということなんですけれども、料理のことで結構盛り上がってお話をグループ内でしたんですけれども、私はフィリピン料理っていうと、こう、春巻きみたいなルンピアっていうものと、あと、こう、春雨のようなパンセットっていう、その二つしか私フィリピン料理って結構知らなかったんですね。その二つは結構会社のポットラックとかには出てくるんですけれども。で、フィリピン人のお友達に、こう、ベイビーシャワーであったり、あとはバースデーとかで呼んでいただいた時に、なぜかこう、豚の丸焼きが登場しまして、で、豚の丸焼きっていうのは、そのフィリピンの文化では本当にもう日本でいうお寿司、すごく豪華なもので、お祝い事の時に出てくるそうです。で、美咲さんがおっしゃってたように、本当にお肉料理が多かったので、私もすごくびっくりしました。そして、他にもですね、いろいろとメッセージをいただいてますよ。あとはひろこさんからですね、国際結婚は庶民のするものじゃないなって、日々思います。どこの国で暮らすにしても里帰りにお金がかかりすぎだし、一緒に暮らしたいためのビザにも相当お金がかかりますよって、本当に、true. すごく本当に事実話な話ですね。ビザを取るにもフィアンセビザだったり、グリーンカードだったり、またはまあナチュラリゼーションとしてアメリカの市民権だったり、あとはまあグリーンカードも何回も何回もこう更新しなきゃいけなかったり、本当に結構お金かかりますし、里帰りの時は家族でみんなで行こうと思えば、その分里帰りのお金、飛行機代かかりますし、アメリカって結構ペットを飼ってる人が多くて、うちなんかもそうなんですけれども、犬が2匹いるんですけれども、誰が1ヶ月見てくれるんだ、もしも家族で行った場合ですね。本当にお金すごくかかりますよね。So, I think that's a great point. で、メリットは視野がとても広がり、あとはコミュニケーションスキルも上がりますということですね。ひろこさんどうもありがとうございます。そして最後に、はみ出し系ライフのポッドキャストのホストのピアレスゆかりさんからは、やっぱり文化の違いって大きいですよね。良くも悪くもということでした。皆さん、この質問にご参加していただきまして、どうもありがとうございます。Okay, well, let's go ahead and continue and talk about international relationship and international marriage. 今回のエピソードでは、バルセロナ在住のラブコーチ、サギリオチさんをお迎えして、サギリさんと私の国際交際、そして国際結婚をこうスペインとアメリカの文化を通しながらお互いの経験をお話ししました。Her Confidence Her Way のポッドキャストのリスナーさんからと、あと、サギリさんのフォロワーさんからいただいた質問に一つ一つ答えていきまして、お話がすごく長くなってしまったので、今回は前編と後編に分けていますので、エピソード112では、文化の違い、付き合って結婚に至るまでの話をここでシェアしたいと思います。このお話でもわかると思うんですけれども、サギリさんも私も実は二人とも大失敗してることがあります。で、それは何かというと、I love you の言葉の使い方についてです。皆さんはどうでしょうか？ぜひ、教えてくださいね。I love you の使い方だったり、告白って誰がしたのとかの恋愛トークをしました。Okay? Please enjoy my conversation with サギリ。Hola, Sagiri-san. Welcome to Her Confidence, Her Way Podcast. Buenas noches. Buenas noches, Emiko-san. お久しぶりです。お久しぶりです。今回は、Sagiri-san、Sagiri-san は私のなんと、第1回目のエピソードのゲストで来てくださった、本当に私にとっては、とてもスペシャルなゲストの方です。で、また今日もこうやって、ポッドキャストのエピソード一緒にできるので、もう本当に楽しみにしてました。どうもありがとうございます。こちらこそお招きいただきまして、本当にありがとうございます。私のもうエピソードも、もう100回を超えているので、あ、そして100回記念でもメッセージ相談いただきましたよね。ありがとうございます。そうですね。そう、本当に100回。100回続けるって本当にすごいことなので、もう感動しながら録音して送らせていただきました。ありがとうございます。そうです、なので100もう100回まで来ちゃってるんで、1回目までまだ聞いたことがない方もいるかもしれないので、まあこのリスナーさんにまたもう一度サギリさんの自己紹介からじゃあお願いします。そうですね、恵美子さんのリスナーの皆さん、はじめまして。
もしかしたら初めましてじゃないかもしれないんですが、バルセロナ在住のラブコーチ、オチ・サギリと申します。私はラブコーチという名前からも想像していただけると思うんですが、パートナーシップ、あとは自己肯定感ですね、セルフエスティーム、そしてラブライフという愛の3本立てのサポートをバルセロナから行っています。はい、バルセロナから、はい。で、はい、もちろん澤崎里さん今まあ少しお話ししてたんですけど、スパニッシュももちろん普段から、はい、スペイン語を使って、はい、そうですね、普段の生活はほとんどスペイン語で、まあ、今は子供が2人いるので、子供たちが生まれてからは日本語率がアップしたんですが、それまではもう本当に毎日の生活ほとんどスペイン語で送っているような感じでした。はい、なんですよね。あの澤崎里さんのスペイン語を聞きたい方は第1回1回のエピソードで自己紹介していただいてる、スペイン語でね、少し、恥ずかしいですね。嘘を自己紹介していただいたので、ぜひぜひ第1回のエピソードも聞いてください。あのなんか先ほどの、はい、オラトド、なんかトドってなんかフレンズって意味でしたっけ、違うか、皆さんみたいな感じです、皆さんか、そうそうそう、うん、そう、その印象がすごい、トドーって言ったのがすごいなんかかっこいいなって思いました。Okay, so let's get started. So today's topic. Today's topic は、あの、国際恋愛と国際結婚のこと。結構これ、ね、私のリスナーさんからも質問よくいただくんですよ。はい、でも私はそこまでエクスパートでも何でもない、何でもないというか、自分だけの経験しかお話ができないので、今回は、こう、ラブコーチとして活動されているサギリさんと、まあ、二人の、経験談とかも交えて、いろいろとお話をしたいと思います。はい、あの、ちなみに今日の、あの、トピックは国際恋愛と国際結婚ですって、スペイン語で何て言うんですか？すごい無茶ぶりでしたね。めっちゃぶりました、ごめんなさい。お願いします。 El tema de hoy es relaciones de pareja internacional y matrimonio internacional かな。 Gracias. それしか言えない。 De nada. Un placer. わー、かっこいい。あのインターナショナルっていうとか聞こえました。 Internacional ですね。 Internacional. OK。英語とやっぱり似てる言葉もいっぱいあるので、うん、最初は結構それで生き延びた感があります。英語の言葉をスペイン語風にして、がっつり外れたこともありましたけど、そんな感じで最初は生き延びました。そうなんですね。じゃあということで、まあ、インターナショナル、あの国際恋愛と国際結婚で、今回はいろいろとリスナー、私のリスナーさんと、あとサギリさんのコミュニティの、フォロワーさんからいろいろと質問を集めまして、その質問にじゃあ今日お答えしていくっていう形式で、はい、はい、いきましょう。仕込まりました。はい、じゃあサギリさんお願いします。はい、合計でですね、恵美子さんのリスナーさんと私の、まあ、あのフォロワーさんというかからいただいた質問が8つありますので、はい、8つご紹介しながらお話をしていきたいと思うんですが、はい、まず1つ目、はい、参りますね。日本の男性と比べて恋愛結婚して分かった良かった点と反対に残念だった点について教えてくださいということです。はい、はい、良かった点と残念だった点、はい、どうですかサギリさん、これ良かったた点は、やっぱりなんかその、全然違う文化とか、まあ言葉もそうなんですけど、っていう人と一緒に時間を過ごすっていうことですごく自分の視野が広がったことですかね。うん、まあ良かったこといっぱいあるんですけど、メインはそれかなと思います。あとは子育てをやっぱりしていても、家族の中に、うちの場合だと、スペインと日本っていう国のことがミックスされているので、うん、なんか言葉だけを見てもそうですし、まあいろいろな習慣とか文化っていうのを見てもすごいなんか豊かというか、うん、そうですね、いいなというふうに
うん、思います。な、子供たちのことをすごく羨ましいなと思いますよね、なんか。本当ですね。それ私も思います。恵美子さんどうですか？日本の、そっか、日本の男性と比べるっ比ていう点べで、て。ちょっと私、比べてるかどうかわからないんですけれども、まあ、文化的な、こう、目線っていうか考え方でいくと、やっぱり、日本って、まだ、なんだろう、こう、お母さん、主婦として、こう、なんか、ご飯を作らなきゃとか、なんか、やっぱその、社会から来る、プレッシャーとか、あとは、やっぱ、もしかしたら日本人男性が求めているその理想の主婦像みたいのが多分あって、もしかしたら、そういうのって結構、なんかね、お料理ができて、私もこれ勝手に、すごい勝手なので、本当もしかしたら今の男性はそういうふうに考えていないかもしれないけども、例えば、私の勝手な想像で、やっぱなんか、料理をして、仕事を、まあ、しない人もいれば、家庭に、専業主婦として、家で、こう、子育てをやっているとか、そういうのを求めている男性は、もしかしたらまだ中にはいると思うので、そういうとこに比べたら、私の、まあ、今住んでる国、アメリカなんですけども、なんか、こう、パートナーシップっていうんですか？が、別に、なんか、私がこれ全部やらなきゃいけないみたいな、そういうのはないので、なんかそういう面では、こう、少し楽なのかなっていうのは、思いますね。まあ、確かどうになのそうかですなって。そう、日ね。本だったら、なんか、もしかしたら、苦労して、こう、ワーキングママとして、こう、仕事しながら、何かサイドでやりたいこともやって、ボランティアもやってみたいな、そういうのができてなかったのかなっていうふうには、思います。なるほど。そこが良かった点。残念だった。た点は残念というか大変だった点なんですけども、やっぱ日本アメリカで私の今の、主人と出会って、で、まあ、ビザが切れたので一回日本にやっぱ帰らなきゃいけない時があったので、やっぱそういうとこはその国際なんて言うんでしたっけ、国際恋あ違う遠距離恋愛、でやっぱそれはちょっと大変っていうか、やっぱいつもこうそばにいれないっていう部分ではなんか残念というかね、なんか恋しい、なんか I miss him と思った時もあるし、なんか一緒にいそうれでなすくよて、ね。なんか残念かなっていうふうに思った時はありますね。なるほど。そうか、残念だった点。私はまあ夫と出会ったのはもうバルセロナに来てからだったので、一緒に近くに住んでいて、まあ付き合って半年ぐらいで同棲してっていう感じだったんですけど、コミュニケーションっていうところで残念っていうわけじゃないんですけど、ちょっと大変だったかもって思ったのが、その日本語だったら一言でパッて伝えられることをなかなか伝えられないことっていうのがあって、ちょっとわかりにくいと思うので具体例を出すと、なんかサルサダンスが大好きで、サルサのなんかダンスコングレスみたいなのに行ったんですね。で、その時に踊っているダンサーの方で、髪が、すごい乱れていて、落ち武者みたいだったんですよ。それを、あの人の髪型落ち武者みたいだねって言いたかったんですけど、その落ち武者を説明できなくて、それでなんか苦労したりとか、あとはなんか、ね、例えば私の高校生の時代の時の懐メロの話とかをしたくても、彼にはわからないですよね。なんかそういうわことかる。で、そう。あ、別にそれで残念っていうわけじゃないんですけど、ちょっとなんか寂しく感じる部分というか、なんか、あ、これ、今これここで分かってくれたらすごい面白いのに、みたいな。ああ、なるほど。そういうのもありますね。そうですね。あと、今ちょっと鷺井さんがこう話していて、ちょっと今思い浮かんだのが、あとはその、日本ってこう、結婚したら、その、義理のお父さんお母さんに対する扱いっていうか、なんて言うんだろう、こう、敬語であったり、こう、なんて言うんだろう、こう、態度で示すこと。やっぱ、例えば、私が日本人の男性と結婚していたら、その相手の人も、私の両親に対して、こう、なんて言うんだろうな、失礼のないようにって多分気遣ってくれると思うんですよ。
はい、日本もしも日本人の男性だったら、でも、はい、彼私のハズバンドは全くそういうのもわからない、気を使うっていうあんまり文化がないのでおもてなしとかだから、はい、なんか私の両親がアメリカに来てる時になんかもうヒヤヒヤしちゃう部分があるっていう、あちょっとそれわかります、わかります、わかります。お酒とかちょっとお酒、うん、ついで今ほらビールカップが空になってるから入れてあげないよとかあとなんかなんだろう、なんかこれってうまく説明できないんですけど、やっぱその気使うっていう点ではなんか例えば、うん、ねあのこう席に座った時に自分が真ん中に堂々と座ってるんじゃなくて、なんだろうこうどうぞっていう、なんていうの、まあ、日本すごく日本文化らしい考えで、はい、ので話してるんですけど、多分そういうのって、うん、日本人だったらわかるし、うん、言わなくてもわかる、空気を読めばわかるっていうのがあるので、わかります、わかります。その辺ちょっとなんかヒヤヒヤするし、うんうん、っていうのなんかリスペクトがないわけではないけれども、その日本のように目上の人に対する、まあ、それが例えば親であったり、うん、義理 の両親であっても、日本多分日本だとすごくその目上の方に対してリスペクトっていう気持ちとか態度っていうのをすごく大切にしてると思うんですけど、うん、それがあんまりなくて、なんか結構ムッとしたら正直にムッとした表情をしたり言っちゃったりとかだからうちの夫は日本語ができないので、私が通訳みたいな感じなんですけど、はい、通訳するときにそこ省いたりします。なるほどそうですね、そっかそっか、まあなんかその辺があれですね、うん、こう文化の違いっていうんですかね、次のあの質問の多分文化の違いで困った点はっていう質問をいただいてると思うんですけど、そうです。じゃあ2つ目の質問に行ってみましょうか、はい、2つ目は、文化の違いで困った点について教えてくださいっていうご質問をいただきました、はい、うん、そうね、文化の違いで困った点、なんか多分私もう結婚して12年目、結婚したのが2007年、あ12年ですね、私がスペインに来た年なので、あ、うん、本当ですか、そうなんですよだからもうなんかここまで結婚してもうずっとこういうふうに、うん、なんだろう、お互いこう理解してきてるので、なんか困った点っていうのは多分いっぱいあったと思うんですよ当時は。でもなんか最近はそれにもなんか乗り越えてしまって、そこまで文化の違いで困った点っていうのは、うん、なんかまああの言葉っていう意味ではもちろん、あのさっきさぎりさんがおっしゃったように、こう言いたいことをお一言で言いたくても言えなかったっていうのでは、やっぱ喧嘩、はい、あのお互いなんか喧嘩したか、お互い喧嘩したかったって変なあの私が結構なんかイライラして、なんか言いたいことを言いたかったけれども、うん、あの、はい、言えなくって悔しい思いをしたっていうのは、それはすごく、うん、覚えてますね、うん、文化の違いか。あとはなんだろうな、うん、困った点、あのやっぱその私の主人の義理のお母さんが韓国出身の人なんですね。だから私のハズバンドは half Korean half white なんですよ。そうなんですね。なので、で、もちろんその義理のお母さんは韓国出身の方なので、なんか、こう文化の違いっていうか、こう初めてお母さんと、あの、にご挨拶するときに、お母さんが韓国の人っていうのを知ってたから、あ、絶対私嫌われる。やっぱなんか、日本、昔の日本と韓国って、その、あ、仲が悪かったっていう、うん、そうですよね、はい。歴史もありましたので、そういう意味では、ちょっとなんか、怖かったなっていうのは、緊張しちゃいますね、うん、それは確かに。そう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 。うん、そこが文化の違いかな。さぎりさん、どうですか？なんか私はパッて思いついたのは、結婚式をしたときに、日本って引き出物っていうのがあるじゃないですか。はい。あ、お返しですよね。うん、お返しですね。はい、なんかその、まあ、結婚式にご招待して来ていただいて、で、まあ、皆さんご祝儀をくださって、うん、で、その、ありがとうございましたっていう、引き出物を用意しますよね。うん、
で、もう私の場合は本当に私の直接の家族と、あとは親戚だけの小さい式だったので、はい、うん、でもやっぱり引き出物をね、ちゃんと用意したいっていう思いが私にはあったんですが、うんうん、そのまあ引き出物に限らず、日本のなんていうのかしら、贈り物をいただいて必ずお返しをするみたいなのが、はい、スペイン人の夫にはあまり理解できなかったみたいなんです。っていうのは、スペインはもらいっぱなしなんですね。なるほど。そう、出産祝いとかもいただいてありがとうって言って終わりなんですね。うんうんうん、で確かに楽ちんですごくシンプルなんですけれども、やっぱり私は日本人であり、家族とか親戚は日本人であり、日本の文化を大切にしている人たちなので、やっぱりそこはすごくリスペクトしてもらいたいっていうのがあって、そこを結構いろいろ説明をして、まあ、説得っていうほどじゃないんですけど、これってそのなんか決まり事としてやるという感じではなくて、やっぱりその大事なね、お時間を使って、わざわざ来てくださって本当にありがとうございますとか、あとはやっぱりまあいただいたご祝儀に対するお礼っていう気持ちもあるんだよなんていうのを説明しながら、とか言って、ちょっと旦那は、あまり理解できないような感じだったんですけど、うんうんうん、引き出物のこと、まあ贈り物文化のことで、それ本当に必要あるのみたいな感じのスタンスだった時にちょっと困ったことがありますね。なるほど。草切さんのクライアント、うん、コーチング、国際恋愛とか国際結婚で、こう、すでにもうリレーションシップ、交際とか結婚していて、こう、やっぱ文化の違いでこう、うまくいかないって来るお客さんもやっぱりいらっしゃるんですか？そうですね。まあ、いろいろあるお悩みの中の一つとして、なんか例えば彼がこういう態度なんですけど、これってどうなんでしょうとか。あ、なるほど。ですよね、うん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 、そういう時になんかどんなことをアドバイスしてますとか、例えばこうなんか文化の違いでこうやって困ってるんですけどって、言ってきた人に対してこうなんかアドバイスって、はい、多分ポッドキャストを聞いてる人でも、はい、アメリカに住んでる国際結婚をしている方とか、まあ、国際恋愛してる人って今たくさんいると思うんですね。で、そうです、うん、で文化の違いでもしかしたら悩んでる人もいるかなと思ったので、なんか、うん、なんかそうですね、文化の違いっていうところで言うと、やっぱりオープンマインドでいて、うん、リスペクトするっていうことがすごい大事かなと思うんですね、うんうん、なんか例えばちょっと簡単な例を出すと、お寿司って日本のやっぱりすごく代表的な食べ物で、でも別に私たちは毎日お寿司を食べているわけじゃないけれども、なんかジャパニーズフードといえばお寿司みたいな感じだと思うんですよね、うん、外国に出ると、はい、でその時に例えば、まあ、私がすごくお寿司が好きだったとしますよね、うん、で新しくできた彼が魚を生で食べるなんて信じられないっていうタイプだったとしますよね、うん、で、寿司なんかうげーみたいな感じで言われた時に傷ついたり怒ったりしてしまう人がいるんですよ、時々、うん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 、ですごくわからなくもないんですね。なんか自分の国ですごく食べられている代表的な食べ物であるっていうことは事実だし、例えば私が寿司ラバーであったらすごく傷ついちゃうと思うんです。でも別に生の魚を食べるっていうことがその彼にとって当たり前だったり、彼の常識の中には入っていない、すごく新しくてびっくりすることだったっていうだけで、別に私のことを例えば気持ち悪いとか信じられないって言ってるわけじゃないじゃないですか。だからそこをまあ切り離して、自分のことを否定されたり、しているわけではないっていうふうに切り離して考えるっていうことと、あとはまあ、だからそういう意見の人もいていいんだよねっていうオープンマインドでいることと、あとはそういう相手の意見とか、まあ逆バージョンの時ですよね。相手の、例えばカンガルーのお肉を食べるって聞いた時に、すごくびっくりしたとしますよね。うん、でも、そういう場所があるわけなので、それはリスペクトする。自分はカンガルーを食べないっていう選択をできる
とは思うんですけれども、カンガルーを食べる人のことはそれはそれで別に、あ、なるほどね、そういうこともあるんだねっていう感じでリスペクトするっていうのはすごい大事かなと思います。なるほど。こう自分で、うん、よくアメリカのアメリカっていうか英語で Don't take it personal っていう英語があるんです。そうです。のでそういうことですね。そうですね。あ、That's a good point。 なるほど。そう、わかりました。ありがとうございます。いえいえ、とんでもありません。はい、じゃあ、次に行きますか。はい、じゃあ次はどうやって知り合ったか出会ったかについて教えてくださいというご質問です。はい、恵美子さんはご主人とはどうやって。そうですね、これは私は16歳の時に、私の出身が横浜で、はい、横浜とサンディエゴの姉妹都市の交流をしていて、そこで交換留学のプログラムがありまして、で、はい、それで私が、まあ、サンディエゴっていう町時代がなんか知らなくて、別に、あ、いいやと思ってたんですけども、はい、先生が、私が英語を好きっていうのを知っていて、先生がその、なんか保護者面談みたいな時にすごいこのプログラムを進めてくれて、他に行ける子が、恵美子ぐらいしかいないから、お母さん、こう本人に話してくださいみたいな風に言ってくれて、それがきっかけで、サンディエゴに行って、その時に出会った現地校の日本語の、日本語クラスを取ってた、はい、彼が今の、ハズバンドですよ。そうそう。で、そこで私は今はボランティア結構やってるんですよ。ボードメンバーとして。そう。なので、はい。私はそういう、もちろんその間、16歳で、そこですでにこう、恋愛してるとか、そういうわけじゃないんですけれども、はい。そこがきっかけっていうか、そこで出会って、知り合って、で、まあもちろんその、会ってない時にはお互い、もう彼には彼で別にガールフレンドもいたし、私は私で別に付き合ってた人がいたんですけども、大学の時にやっぱり、進学で日本の大学に行くんじゃなくて留学をしたいなっていうふうに考えてたので、それでたまたま私が行った短大の、留学、プログラムっていうか、編集、単位が変換できる大学がありまして、はい、それが、カリフォルニアのこうサンマルコス大学っていうところで、そこに行って、その時から恋愛っていうか、付き合い始めました。へぇ、素敵。映画みたいですね。本当ですか？素敵。ロマンティック。Yes. How about you? さぎりさんは、聞いたこと、私聞いたことないかもしれない、さぎりさん。私はですね、インターンシップ先で出会いました。あ、お仕事場ですね。そう、職場恋愛絶対嫌だって思ってたんですけど、私は最初学生としてバルセロナに来たんですね。で、15ヶ月間のプログラムの最後の6ヶ月がインターンだったんですけれども、まあ今はもう潰れてなくなってしまった、まあ、ベンチャーの企業に、のマーケティングの部門に私はインターンで入って、彼はプログラマーなので別の部署だったんですけれども、そこで、出会って、で、まあ、すごく親切な人だなと思ってたんですけど、私は全然、眼中に入っていない状態で。そう、でもまあ、あることをきっかけにして、まあ、関係が深まって、で、お付き合いが始まったっていう感じですね。もうそれは11年も前の、ことになります。なるほど。それで、ごめん、ちょっとなんか質問がちょっと飛んじゃうんですけど、こう、付き合うときに、なんか、言う告白はっていうふうに、ここで質問いただいてるんですけども、欧米人が付き合うときに、いわゆる告白や付き合ってっていうのがないというのが定番ですが、お二人はどうなんですかっていうふうに質問があるんですけど、さぎりさんは、どんな感じでした？相手の方から どんな感じでこう付き合い始めたんですか？なんかスペインの文化ですごい気になるなと思って。なるほど、なるほど。なんか私たちがの距離がすごい縮まった出来事が、バルセロナでアジアの映画祭をやっていたんですよね、その時に。で、私の行っていた学校の、まあ、クラスメートでインド出身の女の子がいて、その子と私と同じ会社にインターンで派遣されていたんですけれども、
その彼は私たち2人に対してすごくいつも親切だったんですね。うん、で、じゃあ3人でこういう映画祭みたいなのがあるから行こっかっていう話をしてたら、そのお友達が急に体調が悪くなって来られなくなっちゃったんですよ。うん、そう、それで、まあじゃあ2人でも行くかって言って出かけて、その映画の後に食事に行って、距離が縮まって、別に話をしてただけなんですね。うん、でもそれですごい、あ、なんかこの人素敵かもって思って、それからデートするようになって、別にどちらかから、あなたのことが好きなので付き合ってくださいっていうふうには、私たちはなかったですね。じゃあ自然に、こう、お互い惹かれ合って。そうですね。やっぱりね、好意を抱いてるっていうのはもうわかるじゃないですか。二人でデートするっていうふうになったりしたら。そうですね。うん、何回かデートして。そうです。で、まあそこにちょっとスキンシップがあったりとかすると、うんうんうん、いや、これはいくら、ラテンなスペイン人でもこれは特別なスキンシップだろうみたいな感じで、うん、気づけば。スペインはどうなんですか？結構アピール強いんですか？もちろんこれは多分個人的なものもあると思うけど。ありますね。すごく個人差もあると思うんですけど、まあ、全般的には私の夫はすごく例外で、控えめなタイプなんですけれども、うん、一般的には結構みんな、熱い感じだと思いますね。スパニッシュの男性。うん。なるほど。ちなみに、エミコさん、ごめんなさい。うん。バレンタインデーとかって、はい、スペインは男性が女性に対してやるものですか？うん、ちょっと私は、バルセロナにしか住んだことがないので、他のスペインの、都市はどういう感じかわからないんですけれども、バルセロナがあるのってカタルーニャ州っていうところなんですけれども、はい、カタルーニャ州においてはバレンタインデー、2月14日のバレンタインデーってほとんどお祝いされてないんですよね、なんか。そうなんですか。全然盛り上がらなくて、なぜかというと、なんかその、キリスト教の聖人、うんうん、聖なる人の、はい、サンジョルディっていうのがあって、はい、ジョルディさんっていう人がいて、その人の日が、4月の23日にあって、うん、その日がカタルーニャのバレンタインデーっていうふうに呼ばれていて、もともとは、そう、男性は女性にバラを送って、女性は男性に本を送るっていう、なんか本の日でもあるみたいなんですね。うん、へー、うん、なんか最近はやっぱりスペインの女性ってすごく強いので、なんで私は花をもらって、私は本をプレゼントしなきゃいけないんだみたいな。今では女性はバラと本と両方もらって男性は本だけっていうことが多いんです。もうその日はすっごく盛り上がるんですけど、2月14日のバレンタインはカタルーニャでは全然盛り上がらないんです。なるほど。へえ、なんかちょっと新しいこと知りました。ね、面白いですよね。ところ変われば。そうですね。ケミコさんはどうやって私が、多分私はすごい、こう、日本人的な考えで行ったので、E メールで、その時当時 E メールでやり取りはしてたんですね。で、はい、サンマルコスにそっちに行くから、私が、確か私が E メールで、もしも、なんか、私が行った時に、彼が別にガールフレンドがいなかったら、なんか一緒に、ボーイフレンド、ガールフレンドになろうね、みたいに私がこうなんか、E メール送ったのを覚えてるんですよ。おー、積極的、素敵。そう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 。いいですね。あとは、こう、I love you っていう言葉あるじゃないですか。はい。それって、やっぱ、付き合い始めた時とか、一日付き合ってデートで、その日には I love you ってやっぱ言わないんですよね。そうですよね。多分スペイン語でもそれなりの言葉、うん、似たような言葉あると思うんですけども、まあ、もちろん日本語でもなんか好きだよっていうのと愛してるっていうのとはまた多分レベルが違うじゃないですか。で、うん、私がなんか間違えてポロって言っちゃった時があるんですよ。間違えちゃったっていうか、なんかこれ直してっていう風に聞いて、うん、で、まあまあ、その時は、どのぐらいだったのか、付き合って、まあ、アメリカに来て、まあ、6ヶ月ぐらい経ったぐらいなのかな。その時になんか直してって言って、直してもらったんですよ。で、その時になんか間違えて、なんか気軽に、あ、I love you! みたいな感じで私が間違えて言っちゃっ
ってそしたらなんかその夜にすごい彼が、あのさーってさっき言ったこと、恵美子が言ったことなんだけど、すっごいなんか真面目に言われて、やば、私何言っちゃったんだろうなってすっごいなんかドキドキして、さっきさーの言った言葉なんだけど、でも私本人は本当に別に心を込めて言ったわけじゃなかったんですよ。だからなんだか分からなくて、え、何のことって聞いたら、さっき言った言葉だよって言われても全然気づかない、気づいてなくて、で、あのさっきさ、あの I love you って言ってくれたんだけど本当っていう風に言われた時にやばいって思ってそれで Of course I love you っていう風に言ったんですけど、なのでまあ その面でも私からだから言っちゃいましたすごい、恵美子さん積極的に、積極的な、いいですね。ちょっとアクシデントなんですけどね、うん、これだからまあそのだからラブっていう言葉を使い始めたらあれどうなんですかね、うん、それでお互いなんですかね、そういう風に考えるとどうなんだ。でも私全然ラブコーチでも何でもないから、その辺ちょっと分かんないから多分あの鵜呑みにしない方がいいかもしれないんですけど、はいね、どうなんですかね、I love you 的な言葉はやっぱり重みがねありますよね、うん、一回多分言ってしまうと、そうそうそう、もう挨拶代わりみたいな感じで英語もスペイン語もおそらく使うんじゃないかなと思うんですけど、最初の1回目はやっぱりすごいスペシャルというか、そうですよ、あの電話でも例えばなんかお話をしてて OK love you bye って、うん、あの多分スペイン語でも多分似たような言葉あるかもしれないんですけど、うん、ありますね、やっぱりもう love you っていうのはなんかもう流れ的に OK love you bye がもうなんかワンセットみたいな、ワンセットそうそうそう、だから本当にラブ入ってんのかなって思うくらいすごいなんか流してるんですけど、うん、だから、うん、そうですね、多分初めの第そうラブ使うときは気をつけた方がいいんだなってすごい、もう私はすごく反省しちゃいました。だから逆にそうですね、うん、もっとロマンチックに I love you って言いたかったのに間違えて言っちゃって、しかもそれも覚えてないところがもう、まあでも彼ももうそんなのすっかり忘れてるんでいいんですけど、はい、もう記憶の中に入ってないけど、今となってはね、そうでも私は今でも、うん、もうなんかちょっと申し訳ないなっていうふうには思います。私もなんか昔アメリカ人の男性とお付き合いをしていた時に、やっぱりなんか日本語の愛してるっていうよりは大好きみたいな感じで、うん、私もともと結構日本語でも大好き大好きとかすごい言うタイプなので、うんうんうん、そのアメリカ人の男性とお付き合いをしている時にすぐに I love you って言っちゃったことがあったら固まってましたね、やっぱり。ああ、そうですよね。そうなんかやっぱそれはちょっとなんか結構重みのある言葉だから、うん、なんか I like you っていうのが今の時点ではちょうどいいみたいなことを言われたことがあって、なるほど、あ、今となってはもう笑いのネタなんですけど、当時は結構、あ、じゃあなんか彼はそんなに私のこと好きじゃないんだろうかみたいな感じで傷ついた記憶もありますね。なるほどそっか、だからやっぱそういうとこではもしもまだ国際恋愛とかしたことがない人とか、うん、なんか国際恋愛ってどうなんだろうなって思ってる人は、うん、なんだろうな、なんか英語の言い回しとかって難しいのかなっていうふうには思いますね。なんかそのニュアンスですよね、その、うんうん、どういう時に使うのか、本当になんかある程度語学 のレベルというかね、語学に触れていないとわからないニュアンスってすごいいっぱいあるじゃないですか、うんうん、でももうそれはもう私みたいに失敗しちゃっても全然平気なので、彼が固まったとしても、そういうことなんで、それは結婚してます。そうだからそんなに心配しないで、やっぱりどんどん場数を踏んでいくって言ったらいいんですけど、うん、確かに。そう、そしたらもう自然と分かります。確かに。うん、なんていうのがいいのかな、英語でなんか I really enjoyed。Spending a time with you とか、そういう風に言ったらいいんですかね。なるほど。こう、like とかっていう風に言わないで、それをやったこと、なんか、うん、あなたのこれをしているところがすごく好きとか、I really like when you do this とか、なんか、そういう風に言ってあげる方がいいのかもしれないですね。いきなりそこで、I love you ってドンって言っちゃうんじゃなくて。確かに。そのちょっと3ワーズはちょっとなんかどっしりとねきますから、うんうんうん、大事なことですね。確かに国際恋愛をこれからしようかなと思っている人にとってはすごい小さいことだけれどすごく大事な、うん、なんかティップス
なんじゃないかと思いますね。はい、そうですね。はい。There you have it. I hope you had enjoyed my conversation with Sagiri. As I told you, I had to separate, so I had to spread part of the conversation for episode 112, and then the rest of the conversation I am going to release next week with 113. And 113 ですね。113のエピソードでは、リスナーさんからいただいた、これはさぎりさんのフォロワーさんからいただいたあの質問で、日々の愛情表現と夫婦の営みは日本人と全く違うのかしらという質問にも答えていますので、ぜひぜひ楽しみにしておいてくださいね。最後にさぎりさんからのイベントのお知らせです。8月11日2時より東京丸の内エリアのホテル内でアフタヌーンティーが開催されます。さぎりさんも普段はバルセロナ、スペインバルセロナに住んでいるのですが、8月に里帰りされるそうです。なので、さぎりさんのファンの方、またはこう国際恋愛、国際結婚のことにすごく興味のある方は、ぜひぜひさぎりさんに会いに行ってください。このアフタヌーンティーでは、国際恋愛や国際結婚を実現したい方、すでにされている方で、より良いパートナーシップを築くには、海外の子育て事情はなどのトピック盛りだくさんです。興味のある方はさぎりおち .com で詳細を確認することができます。 Okay, I cannot wait to share with you guys for the rest of the conversations. Okay, and if you really like this podcast, please subscribe. もしもこのポッドキャストがすごく好きだな、もっと聞きたいなっていう方は必ず購読お願いします。この購読をすることによってダウンロードの数が増えてですね、こうランキングの上にどんどん上がっていったり、あとは検索をするのにこう結構高い位置に上がってきて、他の方もこのポッドキャストを発見することができるので、ぜひぜひお願いします。そして Apple Podcast でレビューをまだ残してない方はぜひぜひレビューも残してください。Alright, that is all for today. Oh yes, and don't forget to sign up for my newsletter. もしもニュースレターにサインアップされた方には Gifted Talent を探すワークシートを皆さんに無料でプレゼントしています。 So please do not forget about it. Alright? Remember, you are enough and you are here for a reason. With your gifted talent, you matter to the world. So please, please, you do not need to limit yourself.And get out there and start living your own life. I love you so much, and I will talk to you later. Bye!